ちゃんほです。今日は長野県と新潟県の県境にある天飾り山に登ります。メンバーはケンケンと大賀さんとショコちゃんです。めちゃくちゃ天気が良くて紅葉もねもう良さそうだね。ね、楽しみです。ということで行きましょう。コースタイムがだいたい6時間半ぐらいですね、僕で。ということで行きましょう。レッツゴー。天飾り高原キャンプ場から登り始めるんだね。そうだね。210分。3時間半。何時間で行く？3時間だよ。しょうこちゃんなら1時間半で。マジか。半分以上巻く。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ねえ。おお、もこもこ。するね。そしてうお、すごい。あと95分。あと95分。って書いてあった。オッケー。標高がまた1400になってしまった。標高100メートル戻った。戻った。ここね、歩いてる人がここら辺に映るかな。どうだろう。11分の7。もうちょいだね。あ、本当だ。本当だ。いい気分なとこです、ここは。でも分かりづらいね、これ。ちなみにね、これはね、小谷村じゃなくて小谷って読むらしいんですよ。日本語難しい。結構上がってきた。すごい急登だったね、今。ねえ。もうだいぶ来たよ。うん、上がってきた。もう一登り。もう一登り。もう一登り。さあ。ザ・ユーチューバー。こう岩場になってきて、そして11分
基準の8。あとちょっとだね。ラストスパート。まあまだ早い。人が多すぎてでもね、渋滞してるんだよ本当に。でも2時間ぐらい。2時間ぐらい。うん、すごいいいペースで。こんにちは。はしごもある。よいしょ。あめっちゃ急だよこれ。だね。ねえ、しゃ自分の急。いや、だいぶ治ったね。ね。あっちには日本海が見えてきた。おお。いいね。人多い。すごいよね。やばいぞーい。大渋滞じゃん。日本海めっちゃ綺麗。いいね。海鮮が見える私には。海鮮食べたいね。うん、下山したらすごい。暑かったんだよね。山頂渋滞があるみたいです。じゃあ人とすれ違うの大変だね。道が狭いから。はい、あとこの最後上がればなんだけど、山頂渋滞これはやばいよね。もう止まってるもんね普通に。ディズニーランドですよ。どんくらい時間かかるかな俺。今10時20分山頂に行くまでどのくらいか。今2時間半ぐらい登り始めて、2時間半でここまで来て、こっからどのくらいかかるかね。ペースはすげえいいよ。目の前にあるけど。今30分登り登り始めたじゃねえか。並び始めた。なんか見えないけど結構ね上がってきたよね。このさっきまではあの池のねここにこの辺に減ったね。あそこまで並んでたのに。ついに来ました山頂。着きます ねもうそこだね。そこだね。人多いね。やっぱり人は多いね。日本海側はもうガスってきた。着いた山頂。あそこ並んでる。あれのまたまた並びますか。こっちはいいね。あとちょっとこちらは見えてる。すごいいいね。向こうは人が多すぎます。すごいね人。すごい本当上がってきたけど人。ちなみに並び始めて40分で30分。このタイムだと15分です。はい、15分かかんないぐらいね。かかんないね。はい、ちゃんと着いたよ。ここですか。あ、はい。あ、すがすです。
山頂人がいすぎてね、もうすぐ撤退撤退撤退はあるか、はい、下山で、ね、下山前はもうガスってきたもんね、もう真っ白です、真っ白だけど景色はそうだね、まだ見えるからいいね、うん、ちなみに下山も大渋滞大渋滞辛いなこれここの本音がポロリ。はい、登山口に着きました。お疲れー、ちょうど2時です。2時渋滞が渋滞がかかったね。はい、ということで雨飾り山、雨飾り山はい、ということで雨飾り山行ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。コースタイムが6時間15分ぐらい、めちゃくちゃ多分もっと早く行けたんだけど、渋滞がまあすごかったね、山頂のところと、あと下山の時もね、結構人が集まって、すごい紅葉が見頃だから人が多かったのかな、うん、ね、普段はあんだけいないの、うん、分かんないから、いいんじゃない、ね、いないって誰かが言ってたね、あの革命山だから、でもすごい、でもめちゃくちゃ良かったね、うんうん、でも紅葉じゃなくても、ね、山頂とかいい山だったから、うん、年中通して楽しめる山だと思います、ね、るし、うん、ぜひよかったら皆様も行ってみてください、はい、こんな感じで登山の動画を YouTube に上げてますので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまたいつかここでお会いしましょう。じゃあねー。